世界各地で人種差別に反対するデモが過激化する中イギリスで差別主義者との批判もあるチャーチル元首相の銅像がカバーで保護されましたイギリス議会の目の前の広場のこちらにチャーチル元首相の銅像があったんですがすっぽりと隠れてしまいましたこちらかなり厳重に保護されています差別に反対するデモが活発になって以降 ロンドンにあるチャーチル像には人種差別主義者などと落書きされる被害が出ています。こうした中、13日には大規模なデモが予告されたこともあり、チャーチル像はカバーで保護されました。極右グループも同時にデモを呼びかけているため、ロンドン市長は同じ広場にある南アフリカのマンデラ元大統領などの銅像も保護する意向を示しています。